ができましたのは、皆さんの努力はもちろんのこと、皆さんのご家族はじめ多くの方々のおかげであり、卒業にあたって皆さんの恩人に対し感謝を忘れてはいけません。岐阜聖徳学園大学附属高等学校長、北山雅美です。おめでとう。今日この良き日に附属高校を旅立たれる3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。附属高校で過ごした3年間は私の宝物です。悩んだ時に相談に乗ってくれた友達、楽しい時間を一緒に過ごした先輩や後輩、納得のいくまで勉強を教えてくださった先生方、たくさんの方々に支えられながら私たちは大きく成長し、周りの温かな雰囲気がどれだけ大切かを知りました。